オンになってるんだって。はい、火曜日21時になりました。ジャストタップアウトという名のラジオ、株式会社村上製作所の提供でお送りしていきたいと思います。そして本日のゲストはジャストタップアウト改め JTO のリズムです。はい、あと今フリーランスの永瀬です。よろしくお願いいたします。あ、なんかつい最近のこの二人見た気がするんだけど、気のせいかな、なんだろうな、気のせいかもしれない、気のせいということでですね、今日はあのきらびやかでもない、マスクウーマン2名との、放送になりますが、まあ、その前に、JTO 東北ツアー行ってまいりました。あ、この二人は行ってない。行ってないですよ、うちは。行ってきたら私だけなんですけども、はい。ざっくりとね、振り返り行きたいと思います。まずは、11月23日、木曜祝日に行われました、山形大会。柳川住みかのね、念願の凱旋大会がね、行われたわけですが、やっぱね、初凱旋、すごいね、頑張りました、柳川住みか。頑張ったんだけども、やっぱね、いざやるとね、口で言うのとはまた別でね、やる前はもう超前にするって言ってたんですけど、やっぱね、現実はそんな甘くないということでね、残念ながらね、100人を切ってしまった。100人は超えたかったんですが、ギリギリ超えなかったんでね、ちょっとね、その辺は悔しい思いをした分、来年にね、つながったんではないかなと思います。じゃあ、カードをざっくり振り返っていこうと思います。ドーン、一発目、第一試合だったかな、これ。はい、ですね、夕張玄太対イーグルマスク、まあ、ヘビー級と、軽量級のね、分かりやすい戦いは、夕張玄太が制しました。そして、ボーン。早い。早かずみたい、ミサマスク。これ初めて見る人からすれば、なんだこの変態がマスクっていう感じだったんですけどね、さまざまな奇怪な動きでね、お客さんを楽しませてくれたミスターマスクでしたが、ファイヤー勝美が、やっぱね、体格の差を見せて、ファイヤー勝美の勝利となりました。次、パーン、でどん、女子のタッグマッチ、これは、葵と稲葉友香の、クイーン戦の前哨戦としてね、まあ、今回この3大会前戦でこの2人が当たるっていうので初戦だったわけですが、最後は葵がねクイーンの貫禄を見せ、必殺 AOI で、稲葉アーサーを、下して、見事勝利しました。前哨戦一発目はね、葵に外貨が上がった試合でした。続いてパーン、はい、これがこの翌日、この後に行われる予定、仙台で行われる予定だった竹倉龍也と十文字明のキング戦の前哨戦のはずだったんですけど、最後は十文字明が啓太を、締め落とし、タップアウトを奪って勝利したんですが、試合中にね、竹倉の強烈な打撃を食らって脳震盪を起こしてしまって、そのまま病院送りになってしまって、残念ながら、この開幕戦で欠場になって、勝ったものの欠場に追い込まれてしまうっていうね、十文字にとっては悔しいしかない結果に終わってしまいました。次、パーン。名イベント POP 選手権試合、まあ先日後楽園でね、ガールズ選手権をかけて決勝戦で戦った2人が早くも再戦を行って、しかも今度はねミサの持つ POP PRGA のベルトをねかけて対戦して、結果なんとか地元でね意地を見せました柳川住みかが、POPニューチャンピオンに地元でなることができて、まあなかなか感動のね、大会で幕を閉じました。まあ山形大会ね、まあ先ほども言いましたけど、100人切ってしまうっていうね、入りだったんですけども、まあでも来年に本当つながると思いますので、ただね、本当今大会ね、まあ千葉からみんなで山形に、夜通しで移動したんですけど、まあ移動はね、順調だったんですね。割とね、こういう小さい団体の巡業ってずんどこする、何かしらハプニングがアクシデント起こるっていうのがね、定番なんですけど、今回ね、すごい順調に行って、時間通り着いて、さあやろうってことで、リングを作って、で、さあ大会始まるよって、その大会直前に、ちょっと選手が、リングの上でロープワークした瞬間、バキッ！ドリフか。リングが壊れました。会場30分前ぐらいにリングが破壊っていうね、これはもうずんどころどころじゃねえよっていうね、大ハプニングが来て、これやばい、大会できねえんじゃねえかぐらいの騒ぎになったんですけど、みんな総出でリングを組み立て直して、なんとかね、
リングを元に戻して試合は再開したんですけども、試合中はなんとかなったのかな、試合中はなんとかなったんだね山形は。ただ本当ハプニングのスタートながら、一応ねなんとか柳川住処凱旋大会をね無事終了することができました。で24日は、各地でイベントを行い、25日は仙台大会ドンデドンドン、はい、森の都に JTO がやってくるということでね、出身レスラーも、ゆかりのある選手も一切いない仙台でね勝負をかけた我が JTO、 まあ結果からすれば、その興行的な結果からすれば惨敗、うん、まあ、お客さんの数60数名、うん、はい、本当ねちょっとガクッときたんですけど、まあただね60数名のお客さん来てくれてるので、そのお客様を満足させるために我々必死に頑張りました。試合こちらバーン、ボンタ第1試合から、ケイタとボンバー達也略してボンタ、ボンタ、ね、島根県対決、誰も知らない、ね、知らんかった、島根県対決が行われて静かにケイタがね、ボンタを、締め落として、ね、勝利しました。次パーン、ゲンタ対ミスターマスク。なゲンタがね最近新技を手に入れて絶好調っぷりをアピールしてるんですけど、今回もその新技でミスターマスクをペチャンコにしました。次ダーン、ネクスト、お、これがですね実は十文字明が欠場になったことにより、ファイヤー克実がなんと竹倉龍也に挑戦を名乗りを上げてね、急遽挑戦が決まって、ここにね休みだった宮城正義が入ってタッグマッチになって、宮城正義試合がなかったんですけどね、大奮闘したんですけどね、残念ながらやっぱり綾部蓮にペチャンコにされました。はい、次ダンデドン、はい、今シリーズ唯一の女子総出の6人タッグマッチ、いやきらびやかですごい良かったですこれは。で左側がね青いミサスミカはこれ全員チャンピオンっていう、クイーンガールズチャンピオンで POP チャンピオンってチャンピオントリオ初結成で、対戦したわけですが、なんとこの試合最後ずっとね終始捕まっていた稲葉あずさがね大逆転の姉声で神楽美沙からワンツースリー取りました。これはねタイトル戦前にあずさが1本取ったということで、優位になったんじゃないでしょうか。次はい、これがね十文字明欠場によって、急遽ファイヤー勝つになって、かなり大健闘してキングを追い込んだんですけどね、やっぱ急遽すぎたのかな、残念ながらやっぱねキング竹倉龍也破ることができず、竹倉龍也の防衛に終わりました。じゃあ一気にいきます。翌日の北上大会ダーン、オラの誕生日でーイーフロー、イーフロー、ただ欠場ね、22歳、はい、おめでとうございますということで、岩手は盛岡出身神楽美沙の初凱旋大会ということでですね、じゃあ試合行ってみましょう。こちらバーン、デドン、はい、これもね、ケンスケが急遽欠場になってしまって、ここに、ボンバー達也ことモンタが入って、でこの右側にいるね西川純、彼はね、はい、十数年前に一回プロレス界から消えた男なんですけど、私がね盛岡行った時に見つけて発掘して、ここでまた復活させて、ね、大健闘して、最後はこの、西川純のジャンピング2で2人を吹っ飛ばしてからの宮入正義がぶっこ抜きジャーマン、久々に大爆発しボンタをノックアウトし、勝利いたしました。次バン、お、JTO ガールズもあんまりね今までね過去1回ぐらいしかなかったのかな、久々に、ね、組まれたというねこの、女子2年ぶりなんで、ね、シングルマッチだったわけですが、まあスミカはこの数日前に POP のね、シングル王座チャンピオンになったばかりなのでね、負けられない戦いだったんですけど、うん、やっぱここはやっぱね山形というのキャリアがね、うん、勝った、でもほんと一瞬の切り返しでね、ワンツースリーで、ほんと新勝、山形というか、なんとか勝ったなっていう、まあでも、スミクからすればね、チャンピオンになってね、すぐ敗れてしまうっていう事態で、ちょっと悔しかったんじゃないでしょうかね、ただまだ、しかるべき舞台で、この2人のシングルを見たいなと思います。次、バン、これは、なんだっけ、これ、当初の予定では、竹倉源太、啓太、の妙王3人対高イーグル十文字明だったんですね。十文字明が欠場になったことによって啓太が外されたと、
まあそれはしょうがないだろうなってことだったんですよ。啓太がね、それに対して怒ってですね、怒り心頭で、なんで俺試合ねえんだこの野郎ってこうセコンドでついてきたので、コスチュームのも入ってきてですね、そこに宮入正義が、じゃあ俺がやってやるって第一試合で勝った宮入正義が入ってきて、もうそのまま試合が始まってですね、なんと試合中に竹倉龍也が思いっきりローパークした時にリングがバキッ崩れました。試合中にリングが壊れました。にもかかわらず我々は普通に試合して、さらにそのブヨブヨの状態でイーグルマスクはね、トップロープから場外にムーンサルトアタックを決めたり、なんだかんだね大活躍したんですけど、最後はまとまった絶好調夕張源太がね、宮城正義を破って、まあ源太多分東北3試合3連勝すごい、すごい、大活躍をしたわけですが、そうこの前日のね仙台大会でも実はね竹倉龍也対ファイヤー勝美の試合中リングがバキってなったんですね。まあとにかくねリングがね本当いろいろ大変だった 今回ですけど、そしてメインイベントダーン、はい、ファイヤー勝美はね2日連続、キング王座、そして無差別級とね2連続タイトルマッチということでね、大奮闘したんですけど、バーベレンの壁は崩せず、まあ、2試合連続タイトルマッチ2連敗ということで、ね、残念な結果だったんですけど、すごいねこの地方のタイトルマッチ、メインイベント、シングルをね、経験したってことで、ファイヤー勝美にとってはね、とてつもなく大きな経験値になったんじゃないでしょうか。以上、3大会ですね、すごい駆け足でね、振り返りましたけど、何よりも、リング、今大会、東北大会用に持ち運べるリングをね、購入したんですね、新たに。で、そのリングが実は不具合があってですね、試合前にあれこれやって、なんとかなるだろうと思ったら、もうバコンバコンになって、まあ、ほぼ3日間、崩れて組み直すっていう事態があったんですけど、まあでもそんなリングながらもちゃんとね、試合をこなしたんで、我々にとってはとてつもなくいい経験になったなと、はい、みんなでね何とかすれば何とかなるってところだったんじゃないでしょうか。まあ今回の東北ツアーはね本当本当に経験値でしかない、来年の東北はね、今回東北は6件あるんで、今回3件しか回ってないんでね、来年はね制覇できれば6件、無理なら5件、いやもう最低でも4件、じゃあ4件、遠く6件回れるようにね、我々もさらに大きくなりますので、まあ今回ね見に来ていただいた方々はね、この JTO を見た感想を皆さんに言ってもらって、口コミで広げてもらって、今回の倍以上のお客さんを入れたいなと思ってますので、遠くの皆さんぜひ来年を楽しみにしておいてください。はい、言い切った、疲れた、オッケー。で、遠く終わったから次は今月はもうなくて、来月12月13日に新木場がまずございます。はい、年末といえばタック、タックといえばレック、まあこのね大変お世話になってる、激落ちくんでおなじみレック株式会社のね、プレゼンツで行われるわけですが、まあ今ちょうど行われている全日本プレスの世界最強タックリーグ、あるいは新日本プレスのワールドタックリーグ、さらにドラゴンゲートもタックトーナメントなんかもやってるみたいですけども、まあこのタックを全てね協賛してくれているレック株式会社プロレスの味方のねレックさんが我々にもね、なんかじゃあタッグでやろうっていう話を持ちかけていただいて、じゃあ他にない何かってことでこのねミクストマッチ、ミクストトーナメントとなったわけですが、なんかね4組の中でねミックスじゃないチームは一つあってですね、ただそこが限りなく強いんじゃないかなっていうね、はい、まさかねこのねチーム200キロ橋本中郎でっかい優と対戦するときが来るとは私も夢にも思いませんでした。はい、で、多分な30何年やってきたけど、高道の山形優組って初めてじゃないかなって、はい、JTO のキャリア組、まあ、山形優は所属ではないですけども、もうね数年前からずっとガールズのね、なんだろう PTA 会長壁お母さん的存在で、頑張ってきてもらっておりますが、おそらく初タッグでこのチーム200キロ挑む。で、反対側がね、ベレン、葵、で、竹倉龍也、稲葉智香。まあ、稲葉智香と竹倉龍也は同期っていうことで。で、葵と綾ベレンは何でもない。はい。大きいコンビ。あ、まあ、大きいコンビ。最上。まあ、男子女子のチーム、大きいコンビかもしれませんが、まあ、このワンデートーナメントなんで、この1回戦勝ったものが、決勝戦、その日のうちに行っちまうと。で、優勝したら、激落ちくんがもらえるかもしれない。おすごい。激落ちくんの人形プラス激落ちくんが何年分かもらえるかもしれません。かもですよ。ちゃんと社長に交渉するんで、これからね。これからの話で、まあ現時点ではこの、タッグトーナメント1回戦
と、決勝戦、この勝者同士の決勝戦しか決まってないと思いきや、一つね決まってるカードがありました。こちら、はい、ガールズ選手権、神楽美里対稲葉あずさ、まあこれはねリーグ戦で稲葉あずさが勝ったんで当然の主張でもうあの挑戦権あるでしょうってことで組まれたわけですが、ここに来てねまたいろんなごたごたが発生してですね、どうなることやらと。まあ神楽美里が、このカードが決まっているにもかかわらず私はうなぎさやかとやりたいって言ってみたり、稲葉あずさはこのカード決まってるのはなんでうなぎさやかなんだって言ってみたり、このねあのいろんな小競り合いがある中でいろんなものが生まれたんで、これは後でちょっとまた発表事があるんで番組の一番最後に発表しようかと思ってます。しますね。そうということでね、この12月13日新木場なんですけど、その翌日から我々九州飛びます。九州ツアーこれだ、バーン、あれ、あーカードあれこれじゃないんだな、はい、これじゃないな、一回下げて一回下げてドキー、まずポスター、あれギュー、まずカード出ちゃった、はい、よくあることです、はい、見てない見てない、はい、ポスターあるかな、前に送ったのが多分あるはずです、頑張って探してください、はい、九州のオレンジ色の、オレンジ色で4大会のダダダダって14、15、16、17とかに書いてるやつを今スタッフが一生懸命探しております。少々お待ちください、はい、12月13、まあでも本当ね13日に新木場東京で試合した翌日に我々福岡まで飛んで九州を回ります。本当はねあの東北ツアーみたいに、ね、ここから車で行こうとかも考えたんですけど、ね、車で行ったら多分ね俺昔行ったことあるんですよ、27時間ぐらいかかったんですよ、そんな、うん、バスであの某インディー団体に行った時に、だから車で行くところではないなと、どうやら、ね、見つからないようなんでね、今から再送しましょう、私が再送しようかと思うんですけど13、14、15、16、17、12月12日誕生日です。ちょっと待ってね、おめでとうございます。ちょっと待って、ね、知らん知らん。だから翌日に ね素晴らしい試合があって、ね、新木場大会あった、あれってこれだ、リーグ戦出てる人しかもらえないのかな、どうですか、いや、はい、もう売買じゃないですか、欲しいよね、これが出た。まあ開幕戦はサザンピア博多なんですけども、今まとめたやつ送ったんでそっちで、はい、まとめていきます。九州はこれだ、バーン、ちょっと待ってね。今日はね、ちょっと早いね、なかなかねうまくいかない日みたいですね。まあそういう時もありますね、はい、ピンチはチャンス、今送りました、たった今送った九州4大会まとめポスター。そっか、俺がこう送ってもすぐ出るわけじゃないね、これね。そうですね、取り込んだりなんだりかんだり、いつもねギリギリ来てね、打ち合わせもろくにやらずにやってるんでね、ギリギリまして感謝申し上げます。はい、私の会社です、うちらが悪い。とりあえずオレンジの方だけでもいいんじゃないですか。そうですね、出た、はい、はい、こちら、はい、冬の山口九州シリーズ、新木場翌日に福岡サザンピア博多で、翌日が福岡じゃ九州じゃないけど山口、柳井のドロキーズ柳井リングで、翌日大分で鹿児島でラストということで、東北から今度はね九州に飛んじゃいます、うん、で、まああの東北ツアーの中だったり東北ツアー終わってからね、この旧ツイッター X によってね、もうみんながポストしまくって、ああでもねこうでもね、ああしろこうしろ、あれやらせろこのやらせろ、ガガガガガッといっぱいあったわけですよ。選手の主張が、ね、いっぱい出たんでね、非常にそういうのはありがたいんで、それを拾ってですね、じゃあこれをそこであれをこれでこれっていう感じで、決まったのが、まずさっき間違って出てしまった12月14日福岡、こちら、はい、うん、POP 選手権、早くもね挑戦者が現れました。まあこの POP っていうのはですね、確かデビュー3から4年ぐらいの選手による、本当若手向け4年まで、4年かのベルトで、まあ柳川住処ちょうど4年目に入ったところなのかな、だからギリギリ、ね、あの期限的には大丈夫なんですけど、うん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 、そこに現れたのがまだデビュー1年ちょいのフレッシュな人が、もうね言い方がねやらしかった、もうね住処さんのベルトじゃないんじゃないですかと、僕みたいな選手が巻くベルトなんじゃないですかこれみたいにネチ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 攻撃してですね、痛いところをついて、まあ、でもまあ断る理由もないということで、うん、柳川住処が開拓したので、組まれましたが、まあね
ひそかは本当何すいでかすかわからない人間なんでね、何起こるかわからないんで、いきなりベルトも解いてしまうかもしれない。さらにまだね、どうなるかわかりませんが、ここにね、さらにあずさも食いついてきたのかな。なんかこの前日にあずさは神楽美沙を倒して、うんうんうん、JTO ガールズ選手権のチャンピオンになりますと、うんうんうん、でひそかがこの日スミカを倒して POP のベルト取るから、うんうんうん、じゃあその後でひそかとあずさでダブルタイトルマッチやろうって勝手に2人で盛り上がってるっていうのは本当ね恐ろしい新人類、もう勝手に勝った気になって、うん、もうそこまで構想してる。まあね、大きいこと言うことはいいことだと思うんで、でも現実そうなったら面白いなと。だからもしかしたら急遽そのダブルタイトルマッチが九州ツアー中に組まれる可能性もなきにしもあらずということで、目が離せません。お楽しみに。はい、で、あと決定したのがこちら、でーのー、はい、お、これはね、これは意外だった。まがまがしい。あのね、ちょうど北上大会終了後、勝利したこの明王3人が喋、ってる中で、まあ、リュウヤがね、もうこのベルトに挑戦してくるやつ誰もいねえじゃないかっていうね、言ってたところ、ケータが名乗りを上げました。ただ、ケータはね、見ての通りまだランキングに、J2 ランキングにすら入ってない選手なんですね。果たしてそれがね、キングに挑戦はいいのかなってちょっと思ったんですけど、まあ確かに現時点で、まあ十文字も怪我してしまって、挑戦者が名乗りを上げない、まあランキングで考えたら上から行くと今ね、十文字明だったりファイヤー勝美だったりあるいは高道信なんですけど、私が行く、俺が行くっていうイメージはないんですね、これね。はい、別にベルトが欲しくないとかではなく、ここはやっぱね若い人間に出てほしいなっていうのがあるんで、これは一歩引いてる部分はあるんでね、あえてそこは今行く気はないので、まあそこでケータがね名乗りを上げたんで、これはねまあ完全な同門対決になるわけだし、ランキング外だけども、まあ竹倉龍也よく誰もいねえんだったらやってやるよみたいな感じだったんで、まあ確かにそれはそれでまあありなのかなと。なのでこのね山口ドロキーズアリーナで、まさかのキングオブ JTO 竹倉龍也対ケータ、まあこういうのがあってもいいんじゃないかなということで組まれました。どうだったらねこれケータに大気持ち上げてもらいたいな、うん、はい、それぐらいの気持ちで、そう、ね、そして最終戦こちら、でん、はい、おバリバリ夕張、東北大会絶好調だった夕張源太が綾部蓮、ファイヤー勝美を下して、下した綾部蓮に名乗りを上げた夕張源太、これね源太今来てるよ、これ来てるよ、バリバリ夕張ですよ、バリバリ夕張のよくわからない。いや CM であるんですよ、バリバリ夕張って。あ、でね、ちょっとごめんなさい、これ急いで作ったからね、うん、会場名が間違ってる、鹿児島オロシティホールの上が FT、プロレスに FTO 道場になってる、これね、すいません、こちらのミスです。はい、来週まで直しておきます、謹んでお詫び申し上げます。はい、ということで東北ツアーに続いて九州ツアーも今のところこの福岡、山口、鹿児島でタイトルマッチは決定します。っていうことは大分でも何かあるかもしれない、起きるかもしれない、わかんないですよ、わかんないけど、まあまだね東北ツアー終わってほんと数日だけど、これだけのいろんなことがあってこの3つが決まったんで、ってことはこの後またね選手の主張がドバ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 出てきて、また新たな何かが生まれるかもしれませんので、来週ぐらいにはね九州ツアーのカード、あるいは新木場の他のカードもある程度出ると思いますんで、楽しみにしていただけたらなと思います。ああ疲れた。そうです。ということで、まあ今日は一人でやるつもりだったけど急遽ね七瀬が、まあ今日女子の練習があって、まあ今日もまた七瀬が練習して、はい、まあ体調じゃあ怪我してたリズムもまあ少しずつ練習に復活しだして、いろんな練習を今日ね、はい、してたわけですが、まあその中で。うん、七瀬からいろんな主張要望があるということ で、 でまあ喋りすぎない程度に本当コンパクトにね、本当によよくほっとくとずっと喋ってるんですよ、この人。どうぞ。はい、ですね、はい、私、はい、実はまだね未勝利なんですよ、はい、勝ったことがない、勝ったことがないんですよ、デビューしてから勝ったことがない、はい、1年まあデビューして1年経ちまして2年目に入りまして、うん、まだ初勝利上げてない状況で、はい、やっぱり私はもう上に行きたい、絶対的にもうプロレスやるからには上に行きたいっていうので、まあ、そりゃそうだ、でやっぱり勝ちを本気で掴みに行きたいと思いまして、はい、私タッグパートナー組みたい人がいるんですよ。ほう、
はい、誰ウィル・マスカラス、あいいかもいえ私はマスクマン好きでしょ、好き好き好きです、うん、だからあの前回ねシングルやらせていただいたリズムさんにぜひ、だからいいのね。そう、私あの練習生の時からずっとリズムさんとタッグ組みたいって本当に言っていて、でもうあの代表には言ってないです。あの二人で言ってて、でもうここはもう叶えるべき時でしょうと思いまして、自我談判していきました。こんな耳ついてたっけあなたのマスク。はい、つけましたよ。しかも、なりますか、あ今日七瀬マスクだ。七瀬マスク。ちゃんと七瀬のために。七瀬用のそう、お星様を7つ、7つあの企て、私とシングルやっていただいた時のなんか、いやこれは何、クマさんです、クマなのね、あのクマ座なんで急に耳生えたあそうそう、大クマ座ですからね、大クマ座なんで、北斗七星が、うん、そう、はい、なんでクマさん、どんなところも素敵なんです、ぜひタッグ組ましていただけないでしょうか、分かんなかったな頭ですよ、そういうことね、はい、だってなんで呼んでないのにリズム来てたの私が呼ばれたんですよ、私が呼びました、あの今回は対戦ではなく組みたいってこと、ね、タッグ組みたいです、マスクウーマンタッグ、ね、もう本当に練習生の時からの夢だったんで、ずっとなんで、うん、ずっと言ってて、3年4年前くらいからずっと、ずっと言ってた、もうタッグ名も決め勝手に決めてくらい私が勝手に言ってるっていう、はい、ちなみにタッグ名って何、プリズムスターです、もうダサいなんで覚えやすくないですか、何プリズムって何、あのプロレスでリズムスターだ、プロレスリズムスター、そうで七瀬の星でプリズムスター、可愛くないですか、いやもうね本当にね相性抜群なんで私たち、ね、七瀬って年齢非公開、19歳ですね、あの今年来月、はい、あじゃあそんな離れてない、ね、そうです、同い年くらい、同い年くらいです、なんかでもその今のキャッチフレーズを聞いてるとなんか年齢差というかジェネレーションの違いちょっと感じたんだけど、いや全然感じないですよね、あそうなの、同じことやった気のせいです、東京と北海道の違いみたいなのかな、そうですそうです、やっぱシティガールなんで、うん、ちょっと分かんなかったけど、あ私も本当にそれはリズム的にはどうなの、いや別にまあずっとね別に仲良くしてはいたんでね、うんうん、この組むことに関しても別に戦ってもいいとは思ってるんですけどね、自分は、うん、私やだけど、この前シングルやった通り、まあ、チェルも痛かったもん、まあでも組むのは全然楽しみですよ、まあね、あの1月6日のね、新宿フェイスの、うん、ガールズスペシャルでは参戦は決定してるんで、はい、まああのね、ありがたいことに、9月からあの欠場してて、そうです、はい、これも出てるけど七瀬復帰戦決定って出てるんでね、限定的にはなってしまうかもしれないんですが、うん、まあとりあえずまだでカードが決まってないわけだから、はい、まあそこで別にね、リズムと組むのは、まあ、リズムも別にカード決まってるわけではないんで、うんうん、もう対戦相手だよね、あとはね、そうですね、じゃあということでね、あの 1.6 はこの七瀬とリズムのマスクウーマンタッグ対誰かということでね、お決定でよろしいですか、まあ別にいいんじゃない、今日カード決まってないから、まだ決まってないから、日本初の多分女子覆面レスラータッグだと思われます、うん、どうでしょうか有識者の皆様まあそうだっていうのはそうなんじゃないの、うん、なんか いらっしゃらないような気がしますよ、ね、自分通じてそう、有識者の皆様にねぜひ教えていただきたいですね、ということなんで、その JTO ガールズ新宿大会のカードがもうすでに発表になってるものが2つあったかな、1つか発表になってるカード、あのあれじゃなく以前送ったやつ、あさあスタッフがまた、よしよし頑張れ頑張れ、でも七瀬は嬉しいぞ、プリズムスター結成ですね、もうちょっとないかなタッグ名分かりやすくないですか、プリズムスターもうちょっとなんか合体技、合体技考えましょう、合体技、あ合体技頑張れ、なんで一個だけ、あのクイーン戦、クイーン戦 OK らしいです、あるオッケー、じゃあすでに決定済みがこちら、はい、分かった、やった、はい、クイーンオブ JTO まあ後楽園でね、でっかいユウさんを下して第6代クイーンになった葵がもう真っ先に横目も触れずな、一切他のもの触れずに稲葉友香って呼び込んでですね、もう一発目から、稲葉友香声をするということで、いち早く決まったこのカード、まあ間違いなく名イベントで行われるわけですが、うん、まあ後楽園じゃね、東北での前哨戦3連発では、
初戦が葵が勝利、2戦目が、あずさが勝って、3戦目が、あれ最後どうなったんだっけ、3戦目はミサが勝ったから、まあ、戦績的には2勝1敗、葵の2勝1敗、友香自体が、結果に絡んだ試合がなかったっていうね、うん、結果に終わったわけですが、まあね、完全に今、ガールズのトップは葵っていうのをね、前面に打ち出せたんじゃないでしょうか。ただね、本当これはどうなるのかなって、本当前哨戦だけあってね、2人の絡みは結構やっぱねバシバシあって、他のガールズとはまたレベルの違うね戦いっぷりを見せてくれたんでね、これはもう 1.6 まで、どうなるかなと。あと、うん、おそらく九州ツアー中もね激しく当たり合うと思うんで、だからもうたっぷりと前哨戦でね、うん、対戦できるので、もう手の内を明かさないとかそんなこと言ってられない状態なんじゃないかなと。あとせっかくね九州は山形も加わって参加するので、おそらく女子8人なのかな、勢揃いで。リズムさんも行かれる、はい、リズムは一応あれよね、新木場で復帰予定なのね、はい、なので九州ツアーはあの女子が8人揃うこれ思い切って8人タッグか、8人でイルミネーションマッチでもやってみようかなっていうね。イリミ、うちでそういうのやったことないんでなかなかそんな人数揃うことないので、うんうん、どっかでイルミネーションマッチでね、すごい面白いねゲーム性のある戦いができると思うんで、そういうのもありかなって今ね検討中でございますのでね、ぜひ九州の皆さんもねお楽しみしていただけたらなと思います。おそらく連日またタイトルマッチが組まれると思いますんで、で、先ほどね決まったばかりのホヤ 1.6 のね決まったばかりの超ホヤホヤカードが、誕生しました。こちらです。ダーン、ベロン、はい、12月13新木場での神楽美沙対稲葉あずさの JTO ガールズ選手権の勝者対挑戦者うなぎさやかっていうのがね、先ほど X 上でねのやり取りで決定してしまいました。これね、いやちょっと早まったなって俺思いましたね、これね。まあミサとあずさがどっち勝とうが私的には、俺的にはどうでもいいんですね、はい、ミサが防衛してもあずさが新チャンピオンどっちでもいいんですけど、うなぎさやかかって、これうなぎさやかにね、まあ、やる前に負けること考えるやついるかバカ野郎って言われるかもしれませんが、いや今のあずさにしろミサにしてうなぎさやかに勝てるかなっつったら、ちょっとねてん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 なんですね。これでうなぎさやかに取られてしまったら、確かにベルトの名前は売れるかもしれないけど、いろんなところに持ってってくれるってね、お披露目されるのね、それはいいんですけど、取り返すのが大変だなこれなっていうね。せっかくでっかいユウさんにね、うん、ベルト取られたの、取り返したばかりなのに無差別じゃない、このガールズ選手権まで取られちゃうっていうね。ただまあこうなった以上はね、もうやるしかないということで、まあミサが勝とうがアズサが勝とうが、なんとかねここもう防衛してもらうことを信じて、はい、ということでうなぎさやかがね、うん、参戦は決まってたんですけど、のタイトルマッチも急遽決定ということでね、ちょっとこれ JTO 的にはね絶対落とせない戦いになる、うん、はい、大会になってしまいました。割と深刻です本当に今の時代本当怖いね、本当選手たちがポン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 自分で自由に発信発言できるツールがあるわけだから、うん、それでことが決まってしまう、まあ、それが時代なんでしょうけど、いやすごい展開が早かった。あんだけね広がって拡散されたらね、いやダメダメだ、それやめてやめてとも言えないので、はい、まあいいんじゃないでしょうか。まあね、うなぎさやかといえばね、もう発信力とかね、もうすごいところがあるんで、これでもしかしたらこの新宿大会ね超満員が見えてきたかもしれません、うん、で来年中にねこのガールズスペシャルからガールズマニアに大きくなって、後楽園大会がね女子だけでできること可能性も出てきたということで、でまあ今日ね今日は本当少なかったんですけど、今、はい、ガールズの練習生も 5,6 名いるということでね、うん、その辺がポーンと伸びてくれば、もしかしたらこの 1.6 で誰かしらデビューもあるかもしれないということで、ね、素晴らしい、はい、頑張ってますからね。だからねこれ女子もねどん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 女子もというか女子がすごい今来てるんで、男子も負けないようにしなきゃないけないなということでね、はい、あとはまあ七瀬がさっき言ってましたが、まだ未勝利、はい、デビューしてから1年ちょいやってきたけど未勝利ということで、うんうん、はい、じゃあまあ相手が誰になるかわからないけど、この 1.6 ね新宿で、復帰戦で
勝利ができたらな。いや本当にいいねっていう、うん、マジ気迫とやる気だけは誰にも負けない。それはね、それはね、痛いほど感じてる。気迫やる気元気だけはすごい、本当にうるさいぐらい元気、本当に。逆にね、 JTO にはあまりないね、いないタイプなので、ここでかき混ぜて、そこはね非常にありがたいけどね、たまにね、うっせえなこいつ。ずっとうるさい、うるさい、うるせえ、ちょっと黙ってろお前ってぐらいうるさいんですけど、まあ、練習生よりも声を出す、すごいね、あの練習の時、道場が活気づいて、それはそれでね、ありがたいなっていうところはあるんで、初めて褒められました。たまには褒めとかないとねっていう、ね、ありがとうございます。まあとにかくね、この七瀬の参戦、うなぎさやかのタイトルマッチということでね、皆さん早くね、この新宿フェス、いや、ほんとすぐなくなっちゃうから、いい席、450席ぐらいだったかな、もう立ち見入れて500が限界なのでね、うん、もしかしたらパンパンなる可能性が、マジでほんとに、私もチケットめっちゃ売ってるからね。お、すごいね、ガールズ来てるよ、これね。ガールズ来てますよ。あとは対戦相手が誰になるのかと、ここでこのね、七瀬の復帰をね、待ちわびている皆さんね、七瀬の初勝利がもしかしたら見られるかもしれない。やってやんよ。ただね、やるからにはね、それなりの相手をになるか分かりませんけども、はい、まだ今カード決まってないのが上の4人。あ、だミサとスミか、ミサはもう決まった。分かんねえのか。そうか、スミカはミサとアズさんのどっちか片方が分かんない。ああ、そっか、そういうことね。誰とやりたいとかあるの？皆さんとやりたいですよ。皆さんと、ね、だってリズムさんとは試合させていただいたことあるので、ね、組むのは確定として、そうです、うん、他の方とは試合さ、したことがないので、ないのか、そうか、でも付き合い長いのは多分スミカだよね。そう、スミカと、もう本当ね、先輩なんでね、スミカさんと神楽美沙さんとは本当に付き合いがすごい長いので、そう、本当に練習生時代から一緒にさせていただいてたので、でも試合は全然もちろんしたことないので、うん、いつかまあでも、ね、そうなんです、 JTO にいた時はちょうどこのスミカ美沙と七瀬がまあ一緒、はい、同期の位置にいたわけですね。後、はい、楽園ホールデーのデビュー戦も見ました、うん、はい、それを気づいたらね、今2人ともチャンピオンになってるわけだからね。そうなんですよ、うん、負けてられないね、うん、もちろん負けてない部分はあるのでね。まあ、あの2人もね、試合中うるさいよ、うん、いや、喋るよ、うん、元気だよ、あの2人は大丈夫です。まあだから真面目に練習します。そこもね、なんかストーリーラインがあるよね、こう、そうそうなんですよ、 JTO に入った時、最初にいた時の同期として、うん、そことのぶつかり合いもね、一つのドラマになるし、うん、いらっしゃると思います。いろいろ面白いことできるね、これ ね、だから誰とやってもね、新鮮だし、うん、面白いと思うので、本当に、トモカさんとも、もちろんあれだよね、うん、デビュー年が一緒だから、そうです、両同期ではある。そうで、葵さんも、うん、北海道出身ってことで、そうそうそう、もちろん結構前から知ってました。山形さんも北海道だし、ね、そう、北海道出身。もう誰とやってもね、誰とやっても、つながりがね。来年の北海道ツアー、これ爆発するんだけどね。めっちゃチケット売りますよ。あれれ、心強いね、これね。いや、なんかね、とにかくこのガールズパワーが今ほんとすごいんでね、うん、今回のトークツアーでもそうでしたけど、やっぱね、すごい、やっぱお客さんが盛り上がって、うん、ガールズの試合がもう男子負けてらんないなっていうところがあるんですけど、そんな新宿大会、もしかしたら超前になるかもしれませんのでね、チケットはローソンチケットで購入できますので、ぜひお早めにお求めください。本当にください、はい、タイトルマッチが2つ決定したんでね、はい、うんうんうん、他にもいろいろまだ何かこれから生まれるかも知れません、はい、さあ、あと10分ちょい残ってしまいましたが、はい、あと何かあったかな。たくさんありますよ、駆け足で喋ってきたからな。言い残したことは、新木場終わって九州行って東北振り返りして新宿大会が、あ、ジュニア、ここにはあんま触れたくなかった。いろいろあるんだ、あ、消された、いろいろあるんだ。ですね、消された、12月とりあえず言っときましょう、まあ、出ちゃったから言っときます。12月27日史上最大のインディージュニア祭り、これ大々的にね、ここに佐藤光選手来てもらってるんで、大々的にぶち上げたらいいけども、非常に大変、意味不明ですもん、だってもう時間が、まあ、選手の増減が激しくて、やっぱね、決めてから開催までは時間あるんでね、うんうんうん、出るって言ってた選手が怪我したんで辞退しますってのが結構続出してですね、一旦50人ぐらいまで膨らがったのが今45ぐらいなのかな。まあでもすごいですね。でもまあでもそのね、8の倍数でいきたいんで64人なのかなっていう、64か32なのかな、うんうんうん、32だったらもうオーバーしちゃってるんで、だから64人
だとするとあとね十数人足りなくてですね、まあ引き続き募集はかけてるんですけど、来るのは外国人ばっかりですね。外国人はちょっとこれ以上はちょっともうどんな人が来るかわからないんでね、やっぱ日本で日本在住のプロレスラーで今募集をかけてて、まあちらほらね来るわけですけど、まだ60数名には至ってないので、もしこれを見たプロレスラーで俺はプロレスラーだっていう人で100キロ未満だったらとりあえず誰でも OK ですんで、はい、男性でも女性でも、そういうことです、はい、女子選手もね 5,6 人含まれておりますので、うん、これは男女の枠を超えてやりますんで、はい、だからぜひ、名乗りを上げてもらえたらなと。まあ集まんなかった場合、まあいるメンバーでうまく組んでやりますけども、うんうん、まあどっちにしろね大変です、うん、45,6 名でもねトーナメント組むのなかなか大変なんでね、うん、はい、でそのうちの半分以上はね見たことも聞いたこともない選手なんで、どういう風に扱えばいいのかねいやでも見応えありますね、非常に。これで毎年恒例にしていこうと思ってるんで。あ、素晴らしい。毎年年末恒例のね、しかも大チャンスですから。そうそう、これで ね一気にこうねスターなる可能性もあるわけなんでね。そう、本当に歴史がある、非常にね、うん、インディージュニアのね、うん、インディージュニアドリームをつかむ男は誰なのかと、うん、女かもしれないだからね、こちらも引き続き、はい、そう、てかもう俺の頭からちょっと一旦外れた改めてちょっとね、トーナメント組み合わせ、そうですね、あ、そう、九州は大体ねおぼろげながらこう、まあ組み立てて、葵と友果の前哨戦軸にして、まあ男子で代表そうだな、そうだね、そうだな、やっぱねカードを考えるとなかなか大変なんですよね。大変ですよね、うん、で急遽怪我人が出た、あるいは行けなくなったとかがあるんでね、うんうん、あとさらに言えば今日スタッフから連絡来たんだけども、うん、九州のホテルどうすんですか、早くしないと埋まりますよって、あ、そうだったっていうの、それも、ね、例えばやってなかった、ね、飛行機は取ってあるんで大丈夫なんですけども、ね、泊まる場所がない泊まる場所ね、男子のはなんとなく確保してるんですけど、女子がねまた厄介なんでね、男女一緒ってわけでいかないんでね、キャンプ地、はい、ね、野宿、ね、キャンプ、ね、キャンプ、はい、なんかもう一人ぐらいね俺みたいな人が欲しいなっていう、ね、今日この頃ですけど、ああまあそれぐらいの無礼が欲しいわけですが、うん、まあそんなことはさておき、はい、まあとにかく、今年ねこの後半に一気に北海道東北、うん、九州とやったように、来年もね春ぐらいからツアーをポンポンポンと、まあ今年の頭もね、広島行ったり高松行ったりしたんで、来年も1月はあれなんで2月ぐらいからかな、ポンポンポンとツアーで駆けずり回って、でまた北海道九州、あ、行きたいな、遠く回れるように、で、まあ、今回のね反省点がいっぱいありますね、はい、それを踏まえて、よりいい大会をね運営できるようにしていきますので、はい、はい、ちょっと疲れた、七瀬喋っていいよ、わ、はい、かりました、ありがとうございます、はい、え、待って質問あるんですけど、12月13日の新木場大会が JTO 年内最終都内最終興行、そうですね、あ、そうなんですよね、去年はJTO アリーナで男女分かれてね、なんか最後のイベントやったんですけど、うんうん、今年はちょっと申し訳ないですけど、このインディージュニアの祭典があったり九州ツアーがあったりでうん、うん、ちょっと手が回らないかなっていう、やりたいんですけどね、それかもしかしたら試合ではなく本当選手ファン感謝イベント的なものを道場でやるのありかなとも思ってるんですけど、うん、多分ないですね、だからこれが年内最終、ちょっと早いですけどねの東京大会になるんじゃないかなっていう、まあでも男女タッグ組んで試合するっていうのが、はい、初ですよね、はい、うちね男女いるけどね、ミックスとマッチ自体があんまりね、うん、やらないんで、ね、だから今回初ということで、うん、ね、チーム200キロ、すごい、やだね、やだね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 、あとはね他の選手のカードはそうですよね、下にアグサーとミサしか決まってないんでね、うん、リズムもここで復帰して、うん、誰かケチョンケチョンにしてやってください、でもああそっか、あと3人残ってるんですよね、だからリズム、スミカ、ヒソ、うん、ヒソかスミカが POP 持ったら挑戦できないのかも
そうなんですよ。ああ年数的に無理なんだ。年数的に。そんなベテランになっちゃう。私にチャンスを繋いでください。なんでだよ。私にチャンス。バックパートナーでしょ。やだよ。ダサいもん。名前が。もう分かりやすいじゃないですか。このね写真に写ってるうちの十文字と伊吹も今欠場中なんで、ですよね。まあこの時点で復帰できるかどうかまだね未定なんでね、うん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 。それ以外のカードも考えなきゃいけない。でまあ翌日からの九州ツアーのカードも考えなきゃいけないということでですね。で何よりもその後のインディジュニアのトーナメントがね超複雑なんでこうやってたた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 。一人連絡忘れてたとかね。そういうのありがちなんで。絶対ありますね。絶対あるわ。本当ね、まあ二人入れてたとかね。あんまり大きな声出ないけど今年ねよし全員使ったと思っていざ当日にあれ誰々が抜けてるって時本当にあったんで。絶対ある。本当にあったんですそういうこと。絶対ありますよ、はいね。そういうことがないようにしなきゃいけないのであと1月もね1月あれ1月の大会って女子しかあそうだ忘れてたんじゃないや1月のカードのあれって送りましたっけ1月と2月に横浜と王子をおー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 仕事が早いそうっていうかすいません俺が忘れてました急に来た1月13日横浜に岩井座で今年はねちょっとスタート早めにして JTO トーナメント2024 1回戦をね1月13日の賑わい座で行います。ね、昼の部13時からが男子の部1回戦そして夕方ぐらいから女子も出ますかはい出た16時から JTO ガールズトーナメント1回戦8人ね、はい、分かんないこれまだねここから誰か増えるかもしれないいや本当ですよねデビューしてね前回の大きいユーさんもそうですよね、うん、ね大きいユーさんはねもうベルト落としてうんうん、ランキングから消えたのでしかもでっかいユーさんはいないのでまあもしかしたらね新しくデビューした人間で入る可能性もない気にしもあらずなんで、うんうんうん、1月13、はい、ということで1月13は、にぎわい座の方で男女、昼夕方に分けて1回戦が行います。まあ当然とそれだけじゃなく他のカードも組まれる可能性もありますんでそして2回戦というか準決勝なのかな準決勝予定が2月の王子おこちら12時から、男子の準決勝が行われます。まああのね11月の後楽園でデビューした、グラディオもね左上のモンタスの隣にグラディオはね結構やばいんじゃないかなって今回ねまだランク外ですけどもまだ1試合しかしてませんが、うん、台風の目になりかねない男なんでねボンタも気になるんですよデビュー戦でそのまんまタイトルマッチですよね。ちっちゃいけどね。できる子なんだよね。まあ今でこそこのね下枠にいるね2、4、6、7人がまああのトップランカーですが、これがねガラッと入れ替わる可能性があるトーナメント。でこの夕方3時ぐらいからガールズ準決勝バーン。はい。まあ誰が勝ち残ってるかで、ポスターはありませんが3月の1日に後楽園ホールで決勝戦ともに男女決勝戦が行われということで、でこの今年はおそらくクイーンもキングもねそのまま参戦するのでキングクイーンがする試合は全てキング戦クイーン戦になるわけなんで負けたらそこでベルトが移動するっていうランキングが移動するとだから決勝に残るのは誰なのかキングクイーンがね今のまま竹倉龍也あるいは葵のままでいくとは限らないわけなんで、はい、この変動がね毎年ね多い、JTOトーナメント大変だはい、3月1日の後楽園大会ですごい後楽園何が起こるか、まあ、来年の、ね、一発目の後楽園は3月なんで、はいまあ、ここはもしかしたらねついに念願の千人超えが果たせるかもしれないいやいけるでしょう本当、うん、いけると思ってるから、まあ、七瀬がね参加して500人ぐらい呼んでくれたらあ全然余裕です、はい、すごいな、はい、七瀬があのトーナメント出ることも泣きにしもあらず分かんないそれは分からんね。だからこれは新宿試合だよね、うん、新宿で勝ったりしてたらもしかしたらね、うん、あるかもしれないまだ勝ったこともない人間入るのはどうかな分かんねえなでもデビューして入る可能性もあるわけだから、うんまあ、だから可能性は無限大なのでみんなにチャンスがありますじゃあ、ね、あっという間に時間がなくなりつつあるんでじゃあ急にキュッてやったからリズムに復帰に向けての12月13日リズムがねもう1ヶ月ちょいずっと北海道からずっと休んでて高松東北と行けなかったんで次こそは
次の九州ツアー、そして新木場大会こそは必ず勝ってみせます。そして今年、はい、初勝利に向けてね、リズムさんにがっつり勝利を取っていただいて、1月6日の、もちろんですよ、1月6日の新宿フェイス大会につなげていただきたいと思っております。はい、あと何秒ぐらいですか？あのね、この時計ね、この時計かと思ったらちょっと違った、ね、そう10秒、はい、結構ね適当な感じなんですけど、はい、ということでね、今週は、リズムと七瀬のマスクウーマンコンビが、急遽参戦ということで、次回は誰が来るかな分かりませんが、次回はね九州ツアーのほぼ全カード発表できるかと思いますんで、また来週誰かと来ますので、ぜひ、ご視聴ください。終わり、もうちょっとかな、いや、これがないですか、これがない、あと10秒だった、はい、あと10秒でしたが、はい、ということでまた来週、お会いしましょう。じゃんけんとくか、ありがとうございます。